今までよりひときわ邪悪な気配がします。今度の異常もワームホールによるもので間違いないでしょう。すでにベビーとスーパー17号がワームホールに吸い込まれています。さらにこの歴史には邪悪竜がいます。彼らはドラゴンボールにたまったマイナスエネルギーが生み出した最強の敵。くれぐれもどうか気をつけてください。ドラゴンボール反応、ドラゴンボール反応。そんなことわかってるわよ。目の前に邪悪竜がいるんだから。カン、イル、上がってろ。私は通信路悟空、お前と戦える時を待っている。通信路の邪悪竜か。グバッ、アタロ。いや、俺のじっちゃんの片身だ。変身。だったら腕付きで奪ってみる。だが俺が勝てば、お前が集めた4つのドラゴンボールは返してもらう。それからそこの貴様、生半可な腕で俺たちの戦いに割り込む。手触りなだけだったな。パン、来てる。パン、来てる。しまった。悟空さんと通信路が戦っている隙に、パンちゃんが通信路に襲われています。どこへ行く気だ。よそ見とは随分余裕があるのだ。通信論が逃がしてくれそうにありませんね。もう少し戦って相手が倒れた隙をつかないと。相変わらずアマちゃんですね、通信路。戦いにやり方も何もあるもんです。ごめん、おじいちゃん。ドラゴンボール取られちゃった。この娘を人質に取れば悟空を殺すなどたやすいこと。三神路を倒してパンちゃんを助けましょう。バカな、こんなやつに。さっきはよくもやってくれたわね。母ちゃん、いいんですよ。やるなぁ。俺の想像以上だ。